こんにちは。あ、こんにちは。もうブロッカー系発表されてからもう怖くて怖い、怖くてもう寝れなくて笑えない日々を過ごしてきて、もうここに来るのも今嫌で嫌なんです。本当に今も嫌なんです。でも、日大が変わろうとしてるのに卒業生の僕が変わらないわけにはいかない。日大と僕が変わる姿を皆さんご期待ください。